ノクさん、お疲れ様です。動画の方ありがとうございます。商標登録ですかね、えー。私の方はね、この10話では、やっぱ懐かしいものをね、お送りしたいないということで、偶然新聞を見ていますと、コロッケの CM が目に入ってきたんですよ。ちょっと見えますかね。ね。三遊コロッケってやつなんですけども、このラベルを見て私はね、ピンと来たわけですよ。それは、小学校の頃、食卓にたまに乗っていた美味しいコロッケ。ね。 4つでで当時円円だったと思います1枚50円です枚ねこのコロッケが今でもこうやって売られてるんだなぁと思ったらねものすごく嬉しくなってですね現在は2個入りで350円ということでおおよそ価格は倍になってるんですね <laughs> まあけどね倍といっても単価が安いですからちょっと買って食べてみようかなと思うんですよ当時こののコロッケは私の 住まいにある実家の隣のスーパーに売ってたんですよねで現在そのスーパーはもう空き家になってますねそればかりか私の住んでる町内にはスーパーが立て続けに3軒あったんですがそれぞれ閉店してますそればかりかねさらにそればかりかなんですけども私の住んでる町を取り囲む商店街もほとんどが閉店していてもうね唯一やってるパン屋さんが、ね、え なんかね、町の生き証人みたいな感じですよねでたまに行ってお話をするんですけども実はそのパン屋さん私の通っていた高校にもパンをね納品してくれていてご主人とはまあ顔見知りではあったんですよ言葉は交わしたことないんですけどもね何せ高校の休憩の時間にパンを持ってやってきてくれるわけですからそれはねやり取りありますよねそそののののらいのもものだったんですが今そのご主人も もういららっっしゃななくなって、奥さんが一人で70代後半ぐらいですかねそのご主人の残した店を守っているということでございますこの前お話したらあんまりパンが売れると忙しくなるからってことでもうね商売が主にやっているというよりも、うん、まあ自分の居場所なんでしょうね、うんまあ、そういったところを見ましたあこれね今回何が言いたいかっていうとこの年になっていまだに残っているものに 懐かしさと恩を感じるってことなんですよねこのコロッケもそうですけどもうちに兄がいますけども兄と一緒にこのコロッケを一枚ずつ分け合って家族4人一人一個食べてた覚えがありますソースをかけて少しずつご飯を食べてるとねんなんか当時のことを思い出されますね今でも売,れる売ってるみたいなんで食べてみたいなと思うわけですよはい、えー、ということでね 今回は山崎のパンのことも思い出してみたんで山崎のパンについてもちょっとお話したいと思うんですけども私たまにねパンを食べてるとこ動画撮るんですけどもこれも一つパンの歴史を YouTube に刻むことなのかなと思ってるんですよ今スーパーに行けばパンはいろんな種類が安く売ってますでコンビニに行くとコンビニの専用パンっていうのもありますどれもこれも結構な好きなものなんでよく今でもね食べたりするんですけども 幼い頃食べた憧れの菓子パンっていうのは今ね同じように当時と同じもので残ってるものはもうあればもうなくなっちゃって廃盤になってねそればかりか新しくなってるものもあるということでパンについていろいろと思うところがありますけどもックさんはパンについて何か思い出ありますかねえ今回はですね私はあパンについて思い出といえばまあ母がねいつも朝食を作ってくれたり それから給食がない日はお弁当持たせてくれたんですけども母は母でね寝坊することがあるんですよ本当に主婦業の合間で自分の仕事も持ってましたんでねで寝坊した時私たちを起こしてで今日はパンを買いに行っていいよっていう感じでね200円300円くれるわけですよでわあ嬉しいなと思って菓子パンを食べれることなんてめったになかったんで密かに母がそうやってね寝坊して 朝食を作り損ねるとかお弁当を作り損ねることを楽しみにしていたところがあるんですそして近所の町内のパン屋さんに山崎パンにねバーッと走っていってパンを2つ買って朝食べたりそれをお弁当で持って行ったりとかしたんですけどもそういった日々の営みも今となっては懐かしいだけの50歳になりましたなんか当時ね 将来自分も大きくなったらこうなろうああなろうと思っていたその憧れや夢がね今こうして自分に突きつけられてるわけですけども、うん、当時ね子供だった自分が今の姿の自分を見るとどういうふうに思うでしょうね、うん、はいということでクさん十分思い出に浸れたんじゃないかなと思います私もちょっとタイムスリップしまして、えー、言葉は少なかったと思いますけども この中にはね、当時のことがいろいろと思い描かれました。やっぱいいですね、昔話って。アルフィフ、長者、合宿、これからもよろしくお願いします。それでは。